ストリームキャッチャーの早く大人になりたいの。皆さんこんにちは。ドリームキャッチャーの早く大人になりたいのメインパーソナリティは私たちいたずら戦士ドリームキャッチャーです。よろしくお願いします。そしてアシスタントパーソナリティは仙台お笑い集団 T ライズの佐藤君隆です。よろしくお願いします。さあ今週も始まりましたドリームキャッチャーの早く大人になりたいの。まずはメンバーの自己紹介からいきましょう。はい、小学5年生10歳のゆなです。よろしくお願いします。はい、中学2年生13歳のせんじです。よろしくお願いします。はい、中学1年生12歳のるなです。よろしくお願いします。はい、中学2年生13歳すみかです。よろしくお願いします。はい、というわけで、このメンバーに、盛岡在住のゆずきちゃんを加えたドリームキャッチャー5人。今週もゆずきちゃんは全然来ねえな。もう夏休みじゃないの？今日7月22日ですけど、はい、もう今夏休み入った。はいはい、入りますね。やった、よかったね。はい、夏休み、はい、やっとですよ。もういろいろあるんでしょ、予定。うん、ある。うん、うん、先生ある。ある。何あんの？ライブとか練習とか。いやいや、もっとなんかプライベートのこと言ってくれんのかと思ったら。海に行きたいですね。ああ、なるほどね。わかる。わかる。海行きたい。海行きたい。海何？泳げんの？みんな。泳げますよ、私は。あ、そうなの？センジの次に泳げます。あ、そうなの？センジ多分一番泳げると思う。泳げない人もいる。俺黙ってる二人泳げねえなさっては。ゆなゆな泳げねえなさっては。どうなんですか？え、泳げるけど、うん、この中では、下。この中ではって結構みんなの泳力知ってんの？みんなの中で。わかんないです。でも一緒にプール行きたいですね。それの、まあ海でも。行きたいね。あ、多分ルナとデジルナと思う。クロール泳げる人。はーい。あと平泳ぎもできます。私全部泳ぎますよ。え、バタぐらいできんの？じゃあ余裕のよっちゃん以下です。え？余裕のよっちゃん以下です。なんだそれ。なんだそれ。今日も泳いできました。今日も泳いできた？はい。バタフライできんだ。バタフライできます。すごいね。夏休み中もプール行こっかな的な。うわ、すごいすごい、はい、すごいね。そっかそっか、はい、まあね、夏休みに入ってみんないろいろね予定あると思いますけれども、さあちょっとメール来てるんで一つ紹介したいと思います。はい、ラジオネームアラン・スミシーさんからいただきました。ドリームキャッチャーの皆さんこんにちは。こんにちは。毎日暑いですね。暑いですね。バテてないですか？バテてます。バテてます。はい、この番組のタイトルは、早く大人になりたいのですが、大人になったら、これは嫌だなって思うことありますか？僕は正直、子供に戻りたいです。今週も楽しい放送期待してますね。頑張ってくださいと、いただきましたけども。ありがとうございます。みんな大人になったら、これちょっと嫌だな、みたいに今思ってることとか、なんかありますか？え、でもまだ大人になってないからわかんない。いや、まあそうなんだけど。そうだよ。そりゃそうなんだけど、それを分かった上での質問だから。ね、なんか、いや、そうだな。あります。お、学校じゃなくて、仕事とかで、なんか人間ドックみたいなの行かなきゃいけないんですか。あ、大事なんだよ。それがすごい嫌なんですよ。だって今は、何が嫌なの？胃カメラとかやんなくていいじゃん。嫌だ。胃カメラなんだけど。35歳以上だから、それ。わかります。でも、大人は大人じゃないですか。まあそうだね。なんで嫌なの？やっぱ親みたいな。いや、もう苦しそうだなみたいな。なんだろう、もう、ほんそうですね。なんかもう想像するだけで、うん、もう怖い顔してる。ちょっともう、うん、怖いですね。怖いだけど絶対行った方がいいんだよ、そういうのは。行かない方が怖いんだから、そういうのは。だって胃カメラって、うん、なんか結構怖くないですか？本当に考えてみてください。だって喉に入るんですよ。今鼻からもできるから。いや、鼻の方怖いです。細いやつ。インフルエンザでこうやって鼻に入れられちゃうの痛いじゃないですか。あれ無理、痛いし。でも鼻すっきりさ。いや、なんかすっきりしてんじゃねえよ、一人で。なるほどね。それが嫌と、ルナちゃんはね。他ありますか？なんか、これ嫌だな、みたいな。お、スミカちゃん。
あの一人暮らしが嫌です。怖いのか。わかるー。なんでなんでしょ。理由なんかドラマとかでよく見る汚い家に住むのが嫌だし、どんなドラマ見てるの普通ドラマに出てくる部屋っておしゃれでさ憧れみたいになるじゃん。こういう部屋住みたいなみたいな。何のドラマ見たのそれ。なんかあの相棒とか。いやまあいいドラマだけどさ普通に汚い部屋出てこないでしょ。なんか出てくるそういうイメージがあるのね。なんかちょっと、はい、なんかあそうなん、お金ない人が住む。いやでもほら一人暮らしたら自分の好きな時間にさ何でもできるんだよ。夜更かししても怒られないし。夜更かしはいけないです。いや、まあ、夜更かしはだって一人でしてても別に楽しくはない。俺何で怒られてるんだよ。あそうだよね。そういうのがあって嫌と。なるほどなるほど。まあまあでもね、まあ、まだちょっと時間ありますしね。まあまだまだありますしね。確かにみなちゃん一番時間あるけどね。はい。まあまあまあそんな感じですけども、ラジオネームアランスミシンさん、メールありがとうございました。ありがとうございました。さあというわけで今週もですね、楽しい30分間送っていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。ではここで一曲曲を聴いていただきたいと思います。曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。チャーマンズで 1% の可能性。超えてみたい、超えられない、誰かが作った境界線。こんな時代、どんな世代、今の僕らにできること。片中川の川辺に降りて遠くぼんやり考えていた、その時僕に見えたのは 1% の可能性。こぐように走り出した僕らの世代は、風を切って太陽を追いかけた。どうに続かないこの時に、僕らは何を求めればいいの。出した答えは箱に入れて旅し、ゲストコーナーでございます。こちらはですね、素敵なゲストをお迎えして、ドリキュアのみんなとですねトークしたり、いろいろゲームコーナーなどして盛り上がっていこうというコーナーでございます。今週も素敵なゲストの方来てくれてますので、早速ご紹介したいと思います。今週のゲストはですね、先週に引き続きましてパクスプエラのゆりかちゃんです。はい、皆さんこんにちは、パクスプエラのゆりかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大好評につき今週も来ていただきました。はい、やった、はい、やった気持ち込めてありがとうございます。ではですね、まあ、今週初めて聞いたって方もねいるかもしれないので、ゆりかちゃんの方から、パクスプエラというグループの、ご紹介ね、はい、お願いします。はい、私たちは東北在住の5人組アイドルユニットです。はい、平均年齢は13歳です。なるほどね。はい、ゆりかちゃんはちなみに何歳の、中学3年生の14歳。14歳14歳です。ドリキュアで
14歳いなかったっけ。14歳でなります。はい、私も。同い年？違います。一つ上です。あ、大人っぽいね。なんか違いますね。なんか違いますね。やっぱり違います、ね、何やっぱり違う。そんなショック受けなくて大丈夫だよ。いや、憧れます、ね、憧れる。かっこいいです。ああ、美人さんですね。はいはいはい。そんな憧れのゆりかちゃんを迎えて、今日はいろいろねお話とかゲームコーナーしていこうと思うんですけれども、まあ、まず最初は質問コーナーということで、まあ、先週もやったんですけど、はい、トリキュアのメンバーからゆりかちゃんになんか聞きたいこととかね、質問してこうというコーナーです。誰か質問ある人。はい。いつもこの2人元気だ。はい、はい、はい。もう準備してましたか。私もしてます。ここに置いてました。はい、じゃあ、はい、すみかちゃん。はい、質問ね、はい、じゃあ女子力を上げるためにしてることは何ですか。うん。なるほどね、女子力を上げるためにある。なんか女子力でも私結構あの学校のみんなとか見てても女子力すごい低い方なんですけど。そうなんです。ゆりかちゃんが低い感じるってこと。より低い方なんですよ。はい、そうなんですね。そしたらすみかちゃんなんてどうなるんだって話ですね。広いです。あ、ごめんごめん、間違った、ごめんごめん。なんか普段気使ってることとかあるの。なんか気使ってること、お風呂上がりはこれしますみたいなとかさ。あ、でもなんか、え、でも多分もうみんなやってると思うんですよ、うん、やっぱり化粧水とかそういうスキンケアとかはやっぱりします、ね、私やってますよ。私もやってますよ。あれ、さっき舐めてます。舐めてます。はい、舐めてましたよね。さっき舐めてましたよ。何舐めてましたよ。何もしてないみたいな。いやいや、怒んなよそんなに。なるほど。あんまりじゃあそこまで、はい、特別なことをしてないのに、はい、もうすでに仕上がってますみたいな。いやいや、そんなことない。あの、多分化粧で多分なってる。だってよ、すみこちゃん。それちょっと納得いく？それ。本当、はい、本当聞きたいでしょ。なんかやってんでしょみたいな。やってます。いやでも。そっか。はい、そうだね。お姉ちゃんとかが結構あのメイクとか得意なので教えてもらったりして。そうかも。やっぱね、お姉ちゃんとかいるとね、はい、影響とかね。はい、そうです。あるかもしれないね。あった？すみこちゃん。なんかそのだからすみかちゃんもゆりかちゃんからなんかこういろいろ聞いたりしてさ、そういうの真似していったらいいんじゃないの。はい。めっちゃ真顔でこれ、ね、じゃあ次質問。はい、むなちゃん。はい、と最近こうハマってる、はい、洋服とか、はい、こうスカートとかなんかファッションで、はい、最近ハマってるブランドとかそういうのはありますか。はい、最近ハマってるのは、ミゴはやっぱり、安いし、もう本当になんか、はい、そういう多分皆さんも来たりしてます。はい、すごい。なんか今年の夏一押しアイテムみたいなのあんの。あ、でもなんか今年はこれ着るぞみたいな。今年はこれ着たり身につけたりするぞみたいなさ。はい、なんていうの、あのスカートが、うん、なんていうの、あの中は、うん、中の生地は短くて外はレースになってるスカートで。何それ何それ。あります。何それ。あれはすごい可愛いんですよ。え、中は短くて、はい、外のレースは長いみたいな感じ。はい、そうなんです。中はちゃんとした生地になってるんですよ。ちゃんとした生地。外はレースになってて、スケスケで、でも結構短いですよ中の生地は。へー、はい、それすごい。でも夏とか多分履くとレース邪魔なんですよ。暑苦しくて。あ、でもまあね、それが今年一押しの、はい、結構気に入ってます。なるほどね、はい、はいはい。他に質問ある人いますか。はい、あ、千住。はい、どんなものを食べればゆりかさんみたいな美人さんになりますか。なるほどね。なんかね、特別なもんとかね、はい、食べてそうだもんね、うん、アロエとか生かじりとかしてそうだもんね。美容のためにとかね。いや、でもやっぱり私すっごいお寿司が好きなんですよ。何が好き。お寿司のネタはサーモンなんですけど。それ美味しい。はい、もう本当にお寿司が好きすぎて、うん、もう多分自分お寿司
体お寿司でできてるんじゃないかってぐらいお寿司を食べてるし、はい、だから多分お寿司の力は偉大だと思います。いいね、日本人って感じでね、はいはい、日本人です。え、千住もある？お寿司好き？まあ、あ、でも昨日食べました。お、何好き？お寿司のネタ。イクラです。あ、イクラもいいよね。イクラ好きです。なるほどね、うん、そっか、やっぱお寿司を食べて、はい、お寿司パワーで、お寿司パワーで、寿司ボンバーで頑張って、はい、寿司ボンバーで頑張って、なるほどね、はい、はい、他質問大丈夫ですか？質問なければゲームコーナー行きますけど、はい、大丈夫ですか？はい、じゃあ先週も対決しましたけども、はい、今週もちょっとね、はい、対決してもらいたいと思います。今週は負けないよね。ね、スミカ。先週はね、スミカちゃんが負けちゃったからね。じゃあ今週の VS ドリキャのコーナーはですね、ゆずきからまた対決の方、ゆずきもうこの係みたいになってなんか放送作家みたいな感じになってますけども、今週もねお題いただいてるんで、今週の対決はこちらでございます。覚えてモノマネリレー。イエーイ。さあこの対決はですね、今からみんなに順番にモノマネをしてもらいます。モノマネをする際には前の人がやったモノマネをすべて順に行い、最後に新しいモノマネをします。順番を間違えた人が負け。モノマネの上手い下手は勝負には関係ありません。モノマネしていくんだけど、前の人のやったモノマネもやって自分のもやるっていう、だから記憶力が大事っていうね。メモはしていいんですか？ダメだろ。勝負になんないよ、終わんねえよ、もう来週までやんなきゃならなくなる。わかりましたか、ルール？はい。じゃあ順番決めましょうか。一番がいいです。じゃあゆなちゃん。反対に来ません？ああ、いいですね。ちょっと待って。ちょっと待って。なんで嫌なの？なんで嫌なの？ゆりかちゃんから行きます、じゃあ。はい。今週は。はい。じゃあゆりかちゃんからモノマネ。座ってる順で行きましょう。はい。じゃあ、はい。これはリズムとか関係ない？関係ないですね。はい。覚えてモノマネリレー対決、はい、じゃあゆりかちゃんからいきましょう。お願いします。ワンワン、ワンワン、ニャーニャー、ワンワン、ニャーニャー、ゲロゲロ、ワンワン、ニャーニャー、ゲロゲロ、ケイン。ちょっと待って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 、みんな動物？モノマネだから。まあいいや、今のところいいよ。はい、ゆりかちゃん行こう。ワンワン、ニャーニャー、ゲロゲロ。え？ちょっと待って。あれ？もう一回ですか？ワンワン、ニャーニャー、ゲロゲロ、シャキン？言ってねえよね、シャキンなんて。あれ、これアウトじゃない？あれ？アウトになっちゃうよ。え？シャキンではない。シャキンって大体にして何のモノマネ？え、あれ、これもうアウトになっちゃうよ。有名だぞ。うん。え、あ、あれ、ゆなちゃんアウトだよ、もうこれ。千住が言ったの覚えてないの？なんでちょっと言ってねえよ。彼女みたいな。覚えてないの？アウトになっちゃうよ。一個前。一個前。隣にいるのに。言えよってなんか。アウトになっちゃうよ。あれ、じゃあアウトになるよ。じゃあ、アウトだね、これね。リタイア？いいな。じゃあ練習にしようか、これ。はい、はい、はい、はい。ありがとうございます。あと、みんなもうちょっとモノマネのクオリティ上げようか。はい、わかりました。ワン、ワン、ニャー、ニャー。モノマネする気ないじゃん。ね、もうちょっと、せめて、モノマネやってます、ね。芸能人とかですね。もうそういうのもありだし。はい。もう何でも。じゃあ、ゆなちゃんからいこうか。はい。はい。じゃあ、しりとりモノマネ対決、スタート。ニャー、ニャー。似てねえんだよ。猫だってことはわかるよ、鳴き声だから。まあいいや。にゃーにゃー、はい。にゃーにゃー、35億。ちえみ。みゅう、みゅう。35億。お、いいね。オッケー。お、ローラかな、ローラだろうな。うん。にゃーにゃー、35億。おしこら悟空。ルナちゃんいいね、悟空。にゃーにゃー、35億。あれ？おーい、おーい、おら悟空。うん、ラスンゴレライ。難しくなってきたよ。難しくなってきた。ユナちゃん、にゃーにゃー、35億。何が面白いんだよ。
だって、にゃーにゃー35億。あれスミクやった。うん、そうそう。オラゴク、うん、ラッスンゴレライ、おお、ワオ、あ、ワオ、多分マスダオカナさんかな、わかんないけど、うん、はい、じゃあ、ピリカちゃん、にゃーにゃー35億、オッケー、オラゴク、ラッスンゴレライ、すごいすごい、ワオ、わ、続くね。ブーブー。お、なんのものまねだこれ。ブーブー。にゃーにゃー。35億。オッケー。オス、オラゴク。お。ラスンゴレライ。すごいね、みんな。あ、お、わお。ブーブー。おお、クリア。自分のじゃ。待って。似てるやつね。めっちゃ似てるやつ。めっちゃ似てるものまね。僕傍聴。死んだスミカの。はい、みなちゃん行こう。にゃーにゃー、35億。オッケー、オスゴラゴク。ラッスンゴレライ、ワオ。すごい。オス、あ、あ、ブーブー。お。なんだっけ。これちょっとでももう開いたらもう。自分でも忘れる。夏にしますよ。ブーブー。え？あれでしょ、あ、僕坊ちゃん。まあ合ってるか。似てない。自分の僕坊ちゃん。はい、どう、海賊王に俺はなる。おー、似てないけど。先住いけ。にゃーにゃー35億じゃ続くの。オッケー、オラゴク、すごいなみんな。ラスンゴレライ、うん、ワオ、ブーブー、僕ボーイちゃん。そこですごいな。あ、チチ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 チルフィのモノマネを思い出せなかったので千住が間違えたということで、ドリキャチームが負けでございます。おーちゃん良かったけどね。今週の罰ゲームは何でしょうか。はい、はい、ゆなちゃん発表します。今週の罰ゲームは赤ちゃん言葉で喋るです。これはじゃあ千住かな。なんか違う。千住が赤ちゃん言葉で喋るということで、はい、この後のね放送赤ちゃん言葉でお願いしますね。はい、さあじゃあここでパックスプエラの今後の予定お願いします。はい、はい、まずは7月の30日に仙台スペースゼロさんで定期公演があるんですけども、これはなんと、今日、ドリームキャッチャーさんが、うん、ゲストで出演していただけるということで、はい、はいはい、そして8月の11日には仙台まかなさんで、これはパンダミックさんがゲストで出演していただきます。うんうん、はい、皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、いろいろねライブありますんでよろしくお願いします。はい、では最後に、リスナーの皆さんにメッセージ、はい、ちゃんからお願いします。はい、今週も出演して、ね、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、これからもね、ドリームキャッチャーさんともっと仲良くなっていきたいなと思います。うん、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、さあ、今週のゲストはパックスペアラのゆりかちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に曲紹介お願いします。はい、それではサードシングルのカップリング曲 DDDD です。どうぞ。
さあ、エンディングでございます。さあ今日はですねパクスプエラのゆりかちゃんゲストに来てもらいましたけど、バブどうだったせんちゃん今日の放送。すごく楽しい、すごく楽しかったで、バブもうやだバブまあゆりかちゃんももう残ってもらいましょう、はい、もうね、はい、どうでした2週にわたってゲスト、はい、やっぱり自分より年下の子たちでいるとすごいなんか癒されるし、すごいなんか幸せな気持ちになって、うん、なんか久しぶりにこんなに大笑いしたみたいな。ああよかった、はい、先住1個差だもんね年言ったら。今赤ちゃん言葉喋ってるけどさ、はいでパプパプさあさあじゃあ、7月のドリキャの、スケジュール、バブ7月30日に仙台スペースゼロさんでパクスプエラさんの定期公演にゲスト出演させていただきます、バブバブ7月も楽しいライブたくさんあるので、うん、皆さんぜひ遊びに来てね。はい、よろしくお願いしますいいね、バブ結構物にしたね、そのキャラねさあというわけでお送りしてまいりました、そろそろお別れのお時間でございます。ドリームキャッチャーの早く大人になりたいのお相手は私たちいたずら天使ドリームキャッチャーと佐藤君隆とパクスペーラーのゆりかでした。それではまた来週、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。